この間総理大臣が決まったかと思うと、もうあの来週から衆議院選挙でございますので、で間違いなくなんてことを今週言うのもおかしいんでございますが、解散が、木曜日に予定されております。解散なんていつやるか分かんないから効果があるわけでございますけど、予定されておりますという、まあ珍しく4年間ほぼ国会議員が任期を全うしての解散が待っているわけでございますが、実はまあ私もちょっと反省をいたしておりますけども、あの政治に関わる人たちはですね、皆さん解散がいつかということを言い当てるのが仕事半分、そしてそれを聞くのがまあ候補者国会議員なんでございますけれども、なぜそういうことをやるか、今日は解散を深く掘り下げたいんですが、解散っていうのはするまでがとっても大事なんです。まずね、一番解散の時に忙しい方と解散の時に登場するものからご覧いただきましょう。はい、どうぞ。一番忙しいのは実は官房長官なんです。あら、菅さん、ここ最近はですね、まあ菅さんが一番この解散を経験している官房長官になるわけですが、お手元のところにアップにしていただきますと紫の福さが出てまいります。で官房長官何が忙しいかと言いますとですね、全てのスケジュールをこの方が管理するんです。ですからこの紫の福さというのは天皇陛下のお名前と、そして応印がなされました解散をしましょうという、まあ、書面が入っております。ちょっと映像をご覧いただきましょうか。はい、これ本会議場にこの紫の福さ、つまりちょっと高い風呂敷みたいなもんですが、これを事務の方がいただきまして開けます。中に入っているのが解散の証書ということになりまして、はい、こちらに戻ります。でそれを受け取った方、なんか今日私少し感傷的ですけどね、衆議院議長大島さんです。今回はこれが最後の議長としての仕事です。で受け取りまして衆議院を解散すると発言するんです。はい、前回をご覧いただきましょう。どうぞ。はい、衆議院を解散する。と、この流れがいくんですね。これね、当時言われました。あの議長が解散すると言ってすぐに万歳するのに一瞬の間が空いたと。議長があっさり言い過ぎたんじゃないかなってことを言われたんですが、さあこの万歳が始まります。これ明治時代から始まってますが、本会議場での万歳は皆さん方ご案内だと思いますが、前をする万歳は我々日常生活でやりますが、これダメです。これは国会議員に言わせますと降参してもう負けましたという意味になります。ですから、本会議場でやる万歳はこうなります。みんなこう、はい、ただ今回はコロナ禍です。黙ってやるんじゃないのという話もあって、これ決まってません。なぜかというと、これやる理由もないからです。でやるのも諸説あります。もうあの全員解雇されるわけですから、国会議員をもうやけになってやってるという話もあれば、景気づけという話もあれば、拍手だけで終わるかも後悔していません。これ当日まで分かんないです、はい、で終わりました。国会議員の先生方はご自分の議員宿舎にも帰らず車に飛び乗ってある場所を目指します。東京駅です。もうね、東京駅はね、もう新幹線が東西南部、まあ南はないですけど、もうあらゆる方向に出ております、ですからね、本当にすごいんですよ。もう国会議事堂からまっすぐ車が東京駅に向かって黒塗りが走ってまいります。これがね、もう解散後の名物でございますね。で、やっぱりですね、あの私冒頭でちょっとお詫びを申し上げましたけど、もう我々も年中聞かれるんです。ね、もう上はうちの会社の偉い方から、下はって怒られますけど、黒木君に至るまで、はい、解散はいつですか、私の夏休みを取る約束がございました。こういう、はい、でこの解散をですね、まあ、政治評論家、政治部、我々みたいなこのコメンテーター、解説員もう言うのが仕事みたいなものになってるんですが、なぜかと言いますと、これやっぱりね、皆さん知りたがるのは、特に立候補される方はご予約が大事でございますんでね、この解散というのはいろんなご予約がございます。ご覧いただきましょう。まず選挙カー、これ予約いるんです。でね、これあのどこでもここでもレンタカーでございません、まず借りてきて工事をしなきゃダメでございます。だから、まあ、ちょっと前もって言っといてもらいたい。それから大事なのはね、事務所のこの場所をどこに借りるかなんですね。であのこれもね、皆さん方テレビ側の方誤解されてる方がいらっしゃる。あの本当に熱心な支持者の方はタダで使っていいよ。そんなのもう今の時代にもうほとんどないそうです。もう皆さんやっぱりそれなりの対価を用意される、そうすると、春にも選挙、何月から借りるんですか、ね、夏の早い頃にはいつなんですかと、こうなるんです。で大事なのがその後ろです、ね、これやっぱりね、この後ろに例えば大阪城とか、あるいは富士山とか、その土地のこう
一等地の背景があると、はあ、いいとこに借りれる力あるんじゃないか、君やっぱ力あるねとこう地元に思ってもらうわけですね、はあ、申し上げづらいですが、裏になんかよくわからないこう建物が建ってるとかね、どこここはというようなとこに事務所構えますと、ないのかお金という話になるわけです。だからこの事務所どこに借りるかも大事なんですね。前もって借りとくとそれだけお金もかかります。それから大事なのはウグイス城です。もう取り合いです。ウグイス城はですね、誰がやったって同じじゃないんでございますよ、黒木千秋、黒木千秋をよろしくお願いいたします。こんなものはね、その辺のウグイス城がやるんです。ウグイス城のもう高い人は、歩いてる人もう人間と名のつくものは全員新車にいたします。大人も子供も関係ありません、黒木千秋をお願いします。あ、赤信号で止まってる坊ちゃん、10年後黒木先生に一票お願いしますね。さあ、マンションで洗濯物干してる奥様、ありがとうございます。全然手を振ってないですよ。奥様が手を振ってたのは出かけていくご主人に手を振ってるんですよ。ありがとうございます。黒木候補に熱烈なご支持を、マンションの5階からもういいチューブやってくれます。でこういう人はね、抑えなきゃダメなんです。そして難しいのがポスターです。で今回は任期満了でしたので、春ぐらいから公職選挙の決まりで自分だけ写っちゃダメです。2連ポスターって言って2人写んなきゃダメですが、まあいろいろあれからございましたね、春からね。そうすると派閥のポストを写るか、あるいはそこまで名前は売れてませんが、これから先偉くなりそうな自分の兄貴分と写るかということがございます。でそれがね、言い換えるとこうなります。派閥のポストの2連ポスターは安全です。だって応援演説来た時に、なんだ君は俺との写真はないのかって言われたら困りますから。でも言い換えれば、今の今回の選挙でちと心配な人は派閥のポストを写っとくといいわけですね。しかしながら、そのちょっとこの人誰、いやこれから売り出しの人でございまして、あの10年後には大臣です。おお、そうか、そういう人とあなたは写るのかと言われますと、将来、つまり自分の選挙にはある程度自信があるけれども、将来も見据えてるのかと言われたりもしますから、この人選もあるので、できるだけ早く言ってもらいたい。でそれに応えて歴代の政権はだいたい風を吹かすんです。つまり2ヶ月か3ヶ月前に必ず、まあぶっちゃけ言いましょう、ちょっと仲のいい新聞社を通じて、なんとか総理は春にも解散をする方針を固めた。だんだん詰めていきます。2月ぐらい前になりますと、4月の上旬にも解散する方針を固めた。4月第2週にも、もうそれ日付言いなはれという話になるんですが、こうやって大体の風を作ると言われてるんですが、今回は風が吹きすぎです。私も含めまして、政治の取材に関わるものは今年はいっぱい言いました。通常国会にも、通常国会冒頭にも、春にも、ゴールデンウィーク明けにも、夏にも、秋にもいっぱい言いました。なのでちょっとね、風が吹きすぎて皆さん今回は大変でございますね。で大事なのがまたね、この解散してから1週間選挙の公示があるまでございます。その間に各党党首がいろんなところへ行きますが、その背景です。ご覧いただきましょう。この背景ね、つまり後ろをマスコミが撮ってくれますと、つまりこの映像はまあ流れるわけですね、いろんなところにね。そうすると選挙が始まっちゃうと候補者の応援をしなきゃいけませんから、背景なんかまあある種どうだっていいわけでございますが、それまでに訴えたい政策は、あ、なるほどその場所でやるのねという説得力がいるわけです。そうするとね、最近の流行りはこれです。支持者に向けてはとにかくスマホで撮ってもらいます。そうするとね、ある有力な政治家が私に言いました。あのな、握手なんかもう今時代遅いんだよ。そして、演説15分あったら2分でいい、聞いてないから。それよりは写真を撮ろう。そうすると支持者の人たちは1人が10人に送り、10人が30人に送り、これなんだよ。これを私に説明してくれた人は御年70を超えてる人です。だからそのぐらいこの背景が大事なんですね、はい、でこの背景はやっぱりね、もう一つは選挙が終わればその背景のところに予算がつきますよという暗黙のこのサインでもあると言われております。言われてるんですよ、私が言ってないですよ、はい。今与野党党首はこういうことです、はい、今週というか先週末からですね、岸田さんはこの背景は病院でございました。病院の視察に行かれてて、やっぱりコロナ大事ですよというアピールにもなる。でもう一つは終わってから、ちょっと分かりづらい映像ですが、これあの製薬会社の社長さんです。でコロナのお薬をなんとか年内に届けれるようにという説明をしています。ということはコロナのお薬を
ちょっと、まあ、厚労省多少抵抗するかもしれませんけども、なんとか早く間に合わせましょうというメッセージで、こちら、野党の方の枝野さんは一面の水田、新潟県までわざわざ出かけました。そこで、農家の人に対して所得をどう、まあ、最低の所得を保障するかという政策の説明ね、こんな永田町でやりゃいいんですが、しかし農家にアピールするためにここでやるということが背景の意味なんだ。これからの1週間テレビの皆さん、政策を我々見なきゃいけないんですが、キーワードは分配です。これ実は与野党ともに言ってます。で、この分配ってのを誰に、どこに、いつ、これから1週間どれだけ、どの背景で与野党を説明してくれるか注目です。